山口知事は今日の県議会で、2028年度に開学を目指す県立大学の設置場所について、できるだけ7月中に決めたいという考えを示しました。さまざまな調整や積み上げなど、今後も行うべき作業があり、その状況にもよりますが、場所につきましては、できれば7月中に決められればと考えております。県議会は今日から一般質問が始まり、県立大学などについて議論が交わされました。この中で山口知事は、来月中にも大学の設置場所を決めたいと明らかにしました。大学の施設について、県はこれまでにコンパクトなキャンパスにし、既存の建物や近隣の施設を活用する考えを示しています。また県はインターンの受け入れなど、県立大学関連の施策に協力可能な事業所を募集していて、すでに20社以上が参加し、県立大学に関する情報提供や意見交換を行っているということです。